軽井沢の小林さんの店に行こう。行きたいんですよ。これね、僕昔番組で得する人損する人ってやってたんです、はい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 、でその中で、まあ、いろんなシェフがもう凄腕のシェフたちがこうやってきてくれるんですけど、その中にいた小林さんっていう方が軽井沢でお店やってるんですよ、うん、でそこがもうなんか予約 もう取られへんみたいな、逆になんで出てくれてんのみたいな人らしいんですよ。でそれをもうお店が軽井沢でもう自宅も兼ねてんのかな、軽井沢にあって、そこでイタリアンを出してて、うん、1日1組限定で、やってるお店で、うん、まあ、見た目はすげえいかついんですけどすごいええ人で、うわ行きたいっすわ小林さんの店みたいなので連絡先も交換してなんか やってたんですけど、なかなか番組終わって疎遠になって行かれへん、うわこういう機会、こういうチャンネルとかの機会ないと行かれへんな、うん、みたいな、行きたい、行きたい、そこにしようよ、え地方ロケ、あ、それでもいいよな、はい、軽井沢は20万かからないよな、車で行けるもんな、はい、いやそれこそだってもう有名で、うん、軽井沢の駅でタクシー乗って小林さんのお店まで言うたら連れてってくれるんです、いやもう美空ひばりの家やらしいですよ、すごいね、行きたいな、行きたい、いいよそれ、もしもしね、テレビはあれやろうけど、うん、この YouTube とかやったらな、その関係性があったらね、うん、久しぶりに会いたいし、さあというわけでジュニアさん、なんか、はい、チャクラから指令を渡されて、はい、で何の指令か分からへんけど、その指令に従ってトークしようっていう、何を言うてはるなんかうまいイタリアン食いに行こうか言うてたの冷めたわなんかドキッとするよあーえなー、うん、それで言うたらまあ麺で言うたらうどんも、いやいやそば、うん、もこうでみたいな、うん、まあ普通のトークしてる中で、はい、昨日嫁はんにブチ切れられて早く帰らなあかん時みたいな指令やったら、うん、もうええかな帰ってええかなみたいな、あやってみな分かれへんな、うん、俺も言うてるだけやろ俺は別に経験者でも何でもない全員一緒やから練りに練られてるとかでもないんですね、違うよ、指令も知らんし、あそうですよね、これ何かの指令を与えられてるのはもちろん分かってる、はい、で最終的にどういう指令やったんかなって、あ なるほどね、みんなには見せてない、クイズで考えて当てようとかそんなことない、うんうん、あそうやったんっていうことですね、軽井沢がこう生活圏内にないもんね、そうですね、ちょっと軽井沢みたいな人いるやん、はいはいはい、関東でお生まれになられてちょっと灰染めな方、ちょっと別荘避暑地みたいな、テニスを軽井沢でみたいなのとか、だから僕らも関西でおったから漫画で出てくるところというか、うん、漫画ではすでになんか軽井沢軽井沢言うけどどんなとこなの、確かにね、関西人はあんま分からない、関西ででも1時間ちょいちょい、うん、いけるいける、でもなんかほんまに駅前駅のところにもでっかいショッピングモールできたりとか、アウトレットとか、ああありますね、そんなんも、はいはい、あの軽井沢ね、軽井沢、はい、ああそうか、まあ、余計行きやすい、関西の子たちも元気だよねまあそうですね、その関東だけが元気という最近は出来事も別にない、いやもちろんですよ、まあ、芸人なんか特にそうですしね、うんうん、まあだから、うん、向こうも いろいろね、うん、ええとこもいっぱいあるし、関西もね、関西も、うん、もういわゆる白浜とか、うん、有馬とか城崎、まあ、なんていうのは関東の方々はあんまり馴染みがない、そう、この間ロケで城崎行ってきましたけど、まあええとこでしたね、なあ、ええ、俺も嫁はんお腹大きなって最後に行った旅行は城崎です、ええ、うん、行きますご家族で、なんかすごい家族の話、あかんねや、まあまあそらねそんな人やったかな、プライバシーの、いやいや、まあね、いろんな人にそれぞれやから、おのおの考え方がありますね、全然いいですよ、子供もおるし、あんまりそれ、うん、行ってみたいとことかないんですか、トキオ近畿、え、近畿かな、東京とか近畿圏っていうことですか、 あんまし、え、知らんのかな、あんまり一旦ワニナと踊ろう
なんでですか。一旦うじゃけた顔してないですよ我々。うじゃけた顔してないですよ。うじゃけた顔してたらそのワニのと驚い言われるのわからないから別にうじゃけてないんで。TOKIO とかキンキとか。いや。ちょっと命からうちに来ないかって誘われて。なんでそんななんでそんな感じ。ジャニーズ意識したらそんな感じ。で支配者側になるんですか。ただ言わないでしょ。ワニだって踊ろうって。なんか夏木マリさんみたいな大人の女優さんの感じなんかな。そうやな。もうでも寒なってきたで。ほんまですよ。寒い。ほんま嫌な。これマジでスッポンはいけんの？あかんの？はい、でもコースで出されてカウンターで目の前で貼ったら行きます、はい、和食のね店とかやったらいいんじゃない？スッポンオンリーは俺別に行きたない。でもじゃあハリハリ鍋とかもあかんわな。そういうクジラやもんね。そうか、冬美味しいよな。いろいろな。ジビエとかはいけるんですか？ジビエ全然いける。あジビエもね、いい人の人とかってね。美味しい料理いっぱいあるから食べさせてやりたかったな。え、うん、いやこれから別に子供や料理に食わしたらええわ。なんか、いろりにさしてとかで、なんか岐阜県の方で俺食べさせてもらったらうまかったな。ええもんだから食べに行きたいですね。まあ食べに行けるうちに行っといた方がいいですよね、ほんま。全然いけるやん。いや、いけるやん、まだ。うん、いや嫁はんや、子供に食べさせたらいいかな。金はあるやん。いやいや、まあ、嫁はん、子供は全然いいんですけど。うん、景色も見たいもんですね。今年なんてくると、やっぱり。ね、景色、どこで食べると余計。景色ってどこがええの？それはもう、その宮城県の松島であったり。いや、一番ええ景色はシャバでしょ。シャバいやだからシャバのどこやいう話だから、うん、基本シャバベースでやってんねん。基本はシャバのことしか言うてないな。シャバのことを言うてんねん。なんで入ってんねん。えいいっすか。ああ父親がオレオレ詐欺の受け子で逮捕された。受け子かい。受け子かい。ええ年して首謀者ちゃうんだ。おとん受け子っていうね。あかんで、ほんま、俺詐欺はほんまにあかんぞ。いやもう、ああいうやからのせいでマジで大変やろ。なんかパスワードとか、なんかそうですね。それこそ ATM で、振り込みだなんだやろうとしたら、詐欺ではありませんかとか。わかるわかる。もう2回ぐらい聞いてきますよ、はい、中止しますかとか。ほんであれも俺大丈夫ですかって聞かれてるんかなと思って、はいと押したら、はい、B で分かるか。そのはいと言えがそのよう分かる。分かる、うん、俺も一回途中で終わらされた、うん、あとこのカードと違う銀行で振り込みちゃう、あの引き下ろしできんのかなと思って、うん、ああいけたいけたいけた、いくら下ろしますか、何万円無理ですってさ。なんで聞いたんじゃん。そうやって、俺がなんぼ今欲してるかをなんで聞く必要あった。わかるわ。データとして持ってるやん。ありますあります。なあ、これは違うんで無理ですって一発目でやってよ。そうですよね、一回聞いといて、うん、なんかこの限度額までしかできませんとかね。まあね、限度額はある程度しゃあないけどな。でもあの限度額もやっぱ詐欺防止ってことやろ。そうですね、まあ、ここから最小限にバン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 いかない、ある程度は抑えるために。小畑も言ってんけど、はい、何が腹立つって迷惑メール、うん、来るやん、はい、正月三が日休んでたりする、うん、まともな暦で生活すなよお前らは。あ、言われたら届いてないかもしれないですね。でもそういうのに怒れるってすごい幸せな、他に何の心配もないっていうことを改めて感じますけどね。え、あ、平和ってことね。そうです、うん、平和じゃないとそういうことには怒れないというか、で怒れてる人見てたらすごい幸せやなと思います、ね、うん、あ、まあまあな、うん、まあでもまあ怒っちゃいますよね、そうですね、それは。
平和じゃない気もしますし、そういうやつらがいっぱいいるっていうことが、もうその時点で、うん、そういうことに怒れる皆さんがすごいこう幸せになってるように見えますね。いやでもこの中で一番怒ってるのはあなたですよ。おう、そうやったっすかね。え、ちょっとあんまり記憶もない、うん、え、これってこのコーナーまだ続けます？ちょっともう取れたんちゃいます？取れてますよ。まあまあもうちょっとやった方が、でもまあ全員やってかなっていう感じで、今のだけで4本取れたんちゃう？ 4本は無理です。どういう物差し？ジュニアさんので2本2本無理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 、途中まで行ってほんでバラし、で後藤のも行ってバラし、え、これ何本取り今日もう取れてる？いやこれは1本やで、全部でこれで、これ全部ででしょ。そんな長いこと収録してましたか？いや、やるでしょ。今日何時まで、その6時までに終わります？これ。あ、もう5時やん。いやいや、まだ全然そんな後もあるし。え、そんなケツあるんですか？え、だってスケジュール的には今日1日見結構幸せやな。え、何の心配もなくて、自分死ぬかもわからんってなってて、こんなんできます？いやいやいや、結局一番キレてるやん。はよ帰ってもそれほどって変わんないし。だから人それぞれあんねんって、だからこれ2本撮りでええねんって。いけるやろ、や今ので4本無理ですって。4本無理やって。だって 俺が編集したら6本いけるよ。無理やって。いや、何をそんな6時超えさそうとしてるんですか？超えさそうとか、超えさそうとしてないけど、6時にじゃあ何があんねん。いや、病院閉まるんですよ6時に、うん、診察、診療時間が6時までなんですよ、うん、予約。え、体調悪いんですか？いや、それ分からんね、言われへんか、このカメラの前で。え、そんなにこのくだり使うんかって。だから使えへんねやろ、まこ。じゃあおもろいこと言うて、一人ずつ。使うよ。おもろいこと言うた言うた言うたで1本2本3本取れてええから。一言そんなYouTube ないやん、一言で終わるって。いやいや、おもろい TikTok の尺。おもろい漫談1分ずつやったら1本1本1本どうぞ。それや、おもろ、あのギャグやったら持ってるけど。どのギャグやってみて。いいですか？目からのぬこれで2本取れたら。いやいや、なんで？え、目からので1本。目とぬー分けんの？日本取れた今。いや、一緒やないと成立しないです、これ。いや、目からの続きはテケ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 言うと、また4人の黄色と赤の。いや、あかんって。生産カレーミッキーののけたらええやん、それ。なんなんよ、なんなの、もう。この間行った性病科からメールではあれなんで直接話したいと連絡が来た。めちゃめちゃそわそわする。いやいやな、めっちゃ怖いな、それ。性病科ってあるの？性病科ってあるの？性病科、泌尿器科。性病科ってこれ悪天か。ね、ウィンタースポーツは？あ、スキーやるな。はい、スキーとスノボ、うん、スケートも。だって俺昔大阪球場の下でめっちゃシャーシャー、もうバックもシャーシャーやったのに、子供生まれていた時もこんなやったけどな。あー、もうできないですね。よう怪我してる人見たしな、昔。あ、でもようこけたから、子供の時とかもうこけましたよね。危ない。今ヘルメットとか着用とか、ちっちゃい子つけんとな。昔とはちょっとちゃうわな。昔なんかもヘルメットなんかいるかい、はい、めっちゃ子供でファー言ってたけど、なんかガーン打って、なんか変な味したよな。いったーって、なんかあの感覚、小学生ぐらいの時なんかなかった、なんか頭ぶつけた時の時の、なんか あのなんとなくわかります。だから、はい、怪我したないもんな。怪我したない、もうほんま、はい、うん、ね、いや怪我したない。うん、まあ、怪我したない以上のこともうないんやったら、もうそろそろ締めません？さっき締めへん。いや、だってもうそうっすやん、締、うん、めへん言うてたやん。怪我したない、なぜならや、そっから繋がんねん。ウィンタースポーツで都市も行ってて転んだりしたら怖いいうことじゃないですか、もう結果。何言うの？だからちょっともうええかなっていうか。いや、これやってたらええやん、うん、でももう別に僕いいっすけどね。なんやったら別にあの脱退してもいいです。バレンシアガを、バレンシアガおよびザクリ YouTube を、はい、まあそれは自由やね、それは自由やけど、まあ、やりたくないんやったらそれやめない。急やな、えらい。
どうした、なんかその決まった楽しそうやったね。そうそう、終わったか、俺ら3人。いやいや、そっちの問題じゃないです、全然そっちの問題じゃないのに、こんな口調で喋ってるのは申し訳ないんですけど、全然。季節で言うと、はい、どこが好きなの。まあでもなんか過ごしやすさ、気持ちいいなと思うのはやっぱ僕は春秋です。春秋、はい。僕も秋です。ジュニさんは夏。絶対夏。ああ、やっぱりね、なんかだいぶ頭6つぐらい上やな。寒さがあかんねん、うん、僕も。まあ、まあ夏いろいろ、海とかちょっと何人か行きはらへんすよ。そんな、バイクで。え、ちょ宮古島。あ、そうかそうか、ほんまやほんまやほんまや。あの青山通り出たところの公園何人か行ける。公園何人か行ける。 いらんやんな。ああ、そうな、もう立ってるだけやもんね。もうほぼ、え、ちょっと行ってくれへんかな。ちょっと彼公園行かれへん、公園。青山通りの公園。季節何が好きなのやんて。季節はまあ寒がりなんで冬以外の方が好きですけどね、やっぱり。そんな冬嫌いやったかな。あ、俺じゃなくてね。え、あ、俺のこと。俺の季節。そうそうそう、俺の季節は別にそんな、誰かのことを言う必要はないやん。俺はでもやっぱ夏は散歩とかも行きにくいから、もう暑すぎて。だからか、だから今平気で、この時期やからかも。え、何をしたうてんねん。夏はそうやって気つこてんの。何やってんのに。何、いや、つくしが2週間行方不明だったんですけど、さっきマダムと散歩してるのを見たんで。さっき見た、はい、さっき見た。その時声かけろ。いや、入りの時はその一瞬やったから。なんで一回こう来てんねん。あれと思って、やっぱどうしてもつくしやったなって行けよ、はい、だからちょっと 2,3 人ほんまに別に今おる必要ないから2,3 人行ってくれへんかなっていうこと。ということね、はい、うん、トータル軽井沢に行きたいなって。一番最初のそれだけ残ったやったものの。まあこれで4本ぐらい取れたらええな思ってましたけど、ギュッとして1本ですね。生産管理お願いします。景色ってどこがええの。いや、一番ええ景色はシャバでしょ。シャバシャバのどこやいう話やから、うん、基本シャバベースでやってんねん。基本はシャバのことしか言うてない。シャバのこと多い言うてんねん。